こんにちは、日本語教師のナナです。今日は初めて会った時に使える日本語会話です。이제코로나도끝났고게다가엔도너무싸니까일본여행오시는분들이많으시죠반대로일본에서한국에가는일본인들도늘고있습니다얼마전에제과외를받아주신학생분이언어교환앱으로어떤일본인을알게되었는데요다음달에처음으로그친구를만나더라고요그런데조명때어떤말을해야할지몰라서과외때그연습을하셨어요그래서오늘은처음만났을때사용할수있는일본어회화를소개하겠습니다중요한포인트는처음에는평범하고무난한질문하면서상대방반응을보고점점더깊은질문을하는것입니다여러분도한국말을전혀못하는일본인이한국에와서그사람과회화하는상황을상상하면서연습해보세요인스타그램과 X 도하고있습니다한국은처음이세요韓国は初めてですか？韓国は初めてですか？韓国は初めてですか？ねえ、어제왔어요。はい、昨日来たばかりです。はい。昨日来たばかりです。はい、昨日来たばかりです。아니요、이번에세번째요。いいえ、今回が3回目です。いいえ、今回が3回目です。いいえ、今回が3回目です。지금까지일본에가본적이있어요?今まで日本に行ったことがありますか?今まで日本に行ったたことがありますか?今まで日本に行ったことがありますか?ねえ、東京は北海道へ가본적이있어요。はい、東京と北海道に行ったことがあります。はい、東京と北海道に行ったことがあります。はい、東京と北海道に行ったことがあります。한국에서는어디로가셨어요?韓国ではどこに行きましたか?韓国ではどこに行きましたか?韓国ではどこに行きましたか?어디가제일좋았어요?どこが一番良かったですか?どこが一番良かったですか?どこが一番良かったですか?ソウル제일좋아요。ソウルが一番好きです。ソウルが一番好きです。ソウルが一番好きです。왜요?なぜですか?なぜ
ですか？なぜですか？일본어가통하고가게도많아서요。日本語が通じるし、いろいろなお店があるからです。日本語が通じるし、いろいろなお店があるからです。日本語が通じるし、いろいろなお店があるからです。한국음식중에뭐가가장좋아해요？韓国の食べ物で何が一番好きですか？韓国の食べ物で何が一番好きですか？韓国の食べ物で何が一番好きですか？グーンキムチは삼겹살을좋아해요。焼いたキムチと삼겹살が好きです。焼いたキムチとサムギョプサルが好きです。焼いたキムチとサムギョプサルが好きです。한국에서뭐곤란한일은없어요？韓国で何か困ったことはないですか？韓国で何か困ったことはないですか？韓国で何か困ったことはないですか？화장실에휴지가없는곳이있어서좀곤란했어요。トイレにトイレットペーパーがないところがあって困りました。トイレにトイレットペーパーがないところがあって困りました。トイレにトイレットペーパーがないところがあって困りました。일본어디에살고있어요？日本のどこに住んでいますか？日本のどこに住んでいますか？日本のどこに住んでいますか？東京へ살고있어요。東京に住んでいます。東京に住んでいます。東京に住んでいます。출신이어디예요？出身はどこですか？出身はどこですか？出身はどこですか？出身도東京예요。出身も東京です。出身も東京です。出身も東京です。大阪へ살고있어요。大阪に住んでいます。大阪に住んでいます。大阪に住んでいます。出身は兵庫県이에요。出身は兵庫県です。出身は兵庫県
です。出身は兵庫県です。현재관계가어떻게되세요?兄弟はいますか?兄弟はいますか?兄弟はいますか?저외동이에요。一人っ子です。一人っ子です。一人っ子です。언니가한명、여동생이한명있어요。姉が一人と、妹が一人います。姉が一人と、妹が一人います。姉が一人と、妹が一人います。우리세자매요。三人姉妹です。三人姉妹です。三人姉妹です。오빠가한명、남동생이한명있어요。兄が一人と、弟が一人います。兄が一人と弟が一人います。兄が一人と弟が一人います。우리삼남매요。三人兄弟です。三人兄弟です。三人兄弟です。혹시나이를여쭤봐도될까요?年齢を伺ってもいいですか?年齢を伺ってもいいですか?年齢を伺ってもいいですか?네、저는지금31살이고올해32살이돼요。はい、今31歳で今年32になります。はい、今31歳で今年32になります。はい、今31歳で今年32になります。그럼제가더많네요。じゃあ私が年上ですね。じゃあ私が年上ですね。じゃあ私が年上ですね。그럼제가더어리네요。じゃあ私が年下ですね。じゃあ私が年下ですね。じゃあ私が年下ですね。어떤일을하세요?どのような仕事をしていますか?どのような仕事を
していますか？どのような仕事をしていますか？ペション업계에서일해요。アパレル系です。アパレル系です。アパレル系です。아직학생이에요。まだ学生です。まだ学生です。まだ学生です。몇학년이에요？何年生ですか？何年生ですか？何年生ですか？여기서조심하세요。何年生는그대로번역하면몇년생인데일본말로몇년생냐고물으면그건대학몇단년냐고묻고있어요。전공은뭐예요？専攻は何ですか？専攻は何ですか？専攻は何ですか？경제학과예요。経済学部です。経済学部です。経済学部です。은행에서일해요。銀行で働いています。銀行で働いています。銀行で働いています。외국계기업에서일해요。外資系で働いています。外資系で働いています。外資系で働いています。병원を迎えさえる部屋。病院事務をしています。病院事務をしています。病院事務をしています。他の仕事はしたことがありますか？他の仕事はしたことがありますか？他の仕事はしたことがありますか？아니요。대학을졸업하고나서계속같은회사에다녀요。いいえ。大学を卒業してからずっと同じ会社で働いています。いいえ。大学を卒業してからずっと同じ会社で働いています。いいえ。大学を卒業してからずっと同じ会社で働いています。ねえ、2년전까지는교사로일했어요。はい、2年前までは教師の仕事をしていました。はい、2年前までは教師の仕事をしていました。はい、2年前までは
教師の仕事をしていました。ボットンチュマレシアよ。普通、週末は休みですか？普通、週末は休みですか？普通、週末は休みですか？ねえ、ちまれしようよ。はい、土日休みです。はい、土日休みです。はい、土日休みです。あによ、평일에쉬어요。いいえ、平日休みです。いいえ、平日休みです。いいえ、平日休みです。ネイルンもへや。明日は何をしますか？明日は何をしますか？明日は何をしますか？내일은혼대에갈예정이에요。明日は本出に行く予定です。明日は本出に行く予定です。明日は本出に行く予定です。내일은명동에서쇼핑을할거예요。明日は明洞でショッピングをするつもりです。明日は明洞でショッピングをするつもりです。明日は明洞でショッピングをするつもりです。혹시괜찮으면저녁을같이드실래요？よかったら、夕飯を一緒に食べませんか？よかったら、夕飯を一緒に食べませんか？よかったら、夕飯を一緒に食べませんか？제가사겠습니다。私がごちそうします。私がごちそうします。私がごちそうします。